東海オンエアを活動休止に追い込んだあやなんが告白のセカンドパートナーとは精神科医が徹底分析。登録者数700万人超え YouTuber、泥沼のおうち騒動。若者を中心に圧倒的な人気を誇り、今や登録者数700万人超えの6人組 YouTuber グループの東海オンエア。リーダーの哲也、 30は元 AKB48 の峯岸南な30と結婚していることでも知られる。推しだったアイドルと結婚するなど、時代の長寿だったはずの彼らが活動休止を発表したのは10月25日のことである。ウェブメディア編集者がことの端末を語る。メンバーの一人である柴生29の妻で同じくユーチューバーの綾南 30が10月16日にインスタグラムを更新。そこで夫である柴優への不満とともに絶対に離婚してやると絶縁状を叩きつけたのです。二人はチャンネル登録者数200万人超えの人気 YouTube チャンネル、柴南チャンネルを一緒に運営するほど仲睦まじい様子を見せていたのだが、あやの投稿は騒動後ヒートアップ。 その矛先は、峰岸と家庭を築いているリーダーである、徹也にも向けられた。あのリーダーは天才だとされてるけど、人としての本性はとんでもねえ、肝男だから、www。などと、徹也のことまで口汚く罵り出したのです。当初は、妻である綾南をいめようとしていた芝優だったのですが、SNS 上でのやりとりはヒートアップ。 東海オンエアの所属事務所である UUUM が10月19日に HP 上で当社クリエイターの行動により多くの皆様に不快な思いをさせたこと深くお詫び申し上げますと謝罪するも時すでに遅しあやなんが芝優には自分以外の女性の影がちらついていることを告発するなど事態は泥沼化する一方です全土 人気 YouTuber グループのうちはもめに SNS 上は大盛り上がり。10月29日には芝優の女性問題を告発したあやなんも、旦那以外の男性と二人でディズニーランドへと出かけていたことが人気インフルエンサーの X、旧ツイッターへの投稿で明らかになった。告発したインフルエンサーの投稿写真を見てみると、 そこでは、あやなんがペアルックで男性と親しげに写り込んでいる姿が確認できる。この写真が投稿されるや、あやなんはヒートダウン。突如として自身には、セカンドパートナーがいると弁明を開始。芝夕にも、セカンドパートナーがおり、4人で食事もする中である、と語り始めたのです。前室のウェブメディア編集者。すると X では、 セカンドパートナーがトレンド入り。二人の子を持つ母でもあるあやなんに、今度は男の影がちらついたとあって世間からは。普通の母親は家族が壊れそうな瞬間に子供を置いてセカンドパートナーとディズニーデートなんて行きません。母親の休みがセカンドパートナーとのペアルックディズニーデートか逆に世の母親舐めすぎじゃないと、 逆風が吹き荒れた。そもそもセカンドパートナーとは、婚姻関係にある男女とは別で悩みや不安を相談できる肉体関係を持たない、異性のことを指す。一連のあ南の説明には、無理があるのではと指摘するのは精神科医の木村好み氏だ。セカンドパートナーとは、夫婦関係を円滑に進めるための存在です。 SNS 上でのやりとりを見る限り、綾南さんと芝優さんは互いにののしり合っています。夫婦関係がうまくいっているとは、とても思えない。もちろん、セカンドパートナーの存在を公表することが間違っているとは言いません。しかし、本来であれば、心のよりどころや癒しであるはずの存在がその役割を果たしていないので、 あれば、それはセカンドパートナーと呼べないのではまた、アヤナンが世間からバッシングを浴びた背景には、自身のセカンドパートナーへの認識不足があるのではとも、木村医師は説明する。前提として、セカンドパートナーとは異性としての魅力を感じる存在です。そこがカウンセラーとの違いでもあります。カウンセラーは話を聞くだけですし、 プライベートの連絡先を交換することなんてありえません。体力的にも充実している20代や30代の男女が、お互いの家庭を壊さない前提で、生活に刺激を与え合えるとは考えにくい。また、あやなんさんは子供を置いて、セカンドパートナーとディズニーランドに出かけていたとのことですが、その時点でファーストであるはずの芝ゆうさんとの家庭を崩している。 家庭内に傷つく人が出ている時点で、あやなんさんとセカンドパートナーとの関係は崩壊していると非難されるのも当然です。また、衝動的に SNS へと投稿を繰り返すあやなん。周囲との衝突も繰り返している。性格的にも、一時の劇場に任せてセカンドパートナーと一線を越えていたとしても、万が一そんなことがあるとすれば、 セカンドパートナーとの関係は成立しないのだが、肉体関係を持たないのがセカンドパートナーです。一連の投稿を見る限り、とてもセカンドパートナーとの関係がうまくいっているとは思えません。全土一方、セカンドパートナーとの関係性が持続するのはどのような人になるのか。 精神的にも成熟した50代や60代の方になるのではないでしょうか。セカンドパートナーがいるという方の中には、中高年向けのマッチングアプリを通じてお相手を見つけたという話も聞きます。入り口がマッチングアプリである以上、そのお相手とセカンドパートナーとして円満な関係を築けるのかとも思いますが、全道 夫婦のことは夫婦にしかわからないというが、仲良し良しだった時の二人の姿。